はい、みなさん、こんばんは、こんにちは。元、公立高校理科教諭の、チョボ先生です。雑談ホームルームということで、私の感じたこと、思ったこと、経験したこと、体験したことを、ただ雑談のように話す企画となっております。今日のトークテーマはこちらです。Apple Podcast の評価が2.8ってっていうね、お話をしたいと思いますえ。私ですね、音声配信を始めまして、もう3年経ちました。元々はですね、 スタンド FM をメインに配信しておったんですけども、一、まあ、つのサイトに音声データをね、アップしたらですね、複数のポッドキャストのアプリとかサイトにですね、勝手に配信してくれるね、夢のようなね、まあ、そういうアプリがありまして、え昔はですね、アンカーって、ね、名前ついてたんですけど、今ね、ポッドキャスターズ for Spotify ですかね、スポティファイ系の え、ま、サイトがありまして、まあ、そこでですね、えー、配信すると、もう本当に主要なポッドキャストにね、まあ、勝手に配信してくれるんですけども、Apple Podcast とか、Spotify とかですね、Google Podcast とか、えー、あとま、ウェブサイトとかにもね、えー、ま、本当にね、十いくつぐらいのね、まあ、サイトに勝手にやってくれるんですけども、まあ、それでね、えーまあ、ま、 ポッドキャスターでね、配信して、まあ、いくつぐらい再生されてるんだろうみたいな感じで、まあ、チェックはするんですけども、各それぞれのね、その配信先の、例えば Apple Podcast で,であったりとか Sp、Spotify、ま、の、あ、サイトに行くことは、まあ、ないんですよね、あんまりね。うん、で、まあ、久しぶりにっていうかですね、Apple Podcast で、まあ、自分の配信が、まあ、画面上でどうなってんのかなということで、まあ、たまに、たまたまね、う見てみたんですよ。 うん。で、それで、ま、見てみたら、で、いろいろその、ま、本当にね、あの、配信の内容がですね、本当にこう、同じようにや、やってるんだっていうことと、本当になんか不思議な感じでね、一つのサイトしかアップしてないのに、まあ、そんな複数にアップされて、本んとすごいなっていう風に感じてて、で、評価っていう欄があったんですよね。で、評価っていう欄をね、もう見てみたら、私のですね、あの、評価がですね、星ね、 満点が5ですね。2.8やったんですよ。2.8って思って、で、まあ、確かにね、星4とか星5をつけてくれてる人もいるんですけど、まあ、そもそもね、母数がま、少ないんですけども、まあ、1つけたりとか2つけたりとかね、まあ、結構多かったんですね。で、平均すると、まあ、2.8なんですよ。まあ、母数がね、なんか母数少ないって言ったらなんか言い訳に聞こえるかもしれないけど、本当にね、 評価してる方が非常に少ないんですよね。私みたいなね。もう底辺、あの、ポッドキャスターはね。うん。で、2.8ってなってて。で、Apple Podcast もね、なんかランキングっていうのが出て、で、カテゴリーがサイエンス、まあ自然科学で見てみると、まあランキング、まあ中盤ぐらいで、まあ20番とかそれぐらいの、まあ本当に、うん、まあ低いランキングじゃランキングなんですけど、で、まあそのトップの方とかはですね、本当にね、4.8とか非常にためになりました。 本当にそういうね、もう好意的なね、コメントが多い中、私はまあコメントもないし、星2.8なんですよ。これね、割とね、まあ別にその再生数とか、まあ評価とかね、まああんまりまあ気にしてはないし、まあそもそもサイエンス系の話ばっかしてるから、まあニッチなね、えー、まあジャンルですから、まあそこまでそんな評価とかされないしね、まあ別に気にしてはないんですけども、2.8はね、割とね、ちょっとね、 ショックだったっていうかね、なんか、うわ、2.8なみたいな。他のサイエンティストみたいなね、サイエンティストポッドキャスターズはですね、あの、まあまあ高いのに、なんで私だけこんな低いんやろみたいなね、2.8ですよ。星2.8。例えばね、ちょっと出先でね、ちょっとお昼ご飯でも食べて帰ろうかっていうことで、グーグルナビとかね、まあそういったグルメサイトとかね、今あの、 Google マップでも調べると、なんかその、その店の評価とか出るじゃないですか。で、もう出かけてて、ちょっとご飯、お昼ご飯でも食べてこうか、言うてね。検索してね。一番近くに検索した、あの、店が2.8だったら、ちょっと行くのやめませんうん、なんか、2.8か、みたいなね。せめて3.23ぐらいは欲しいよな、みたいな。なんかあるんちゃう、みたいな。2点台は、3.0未満は、 とそのお店としてちょっとなんかあるんちゃうのみたいなね。その非常にその接客態度があんまりよろしくないとかね。そもそもあんまり味が良くないとか。そんなことを疑ってしまう評価レベルやと思うんですよ。2.8って。私のその配信ね、2.8かと思ってね。そのちょっとグルナビやったら躊躇するようなレベルの評価しかされてないやんやと思うとね。 なんかちょっとショックなんですよね、っていうことでね、本当にね、あのね、まあスタンド F でも聞いてる方、アップルポッドキャストで聞いてる方ね、たくさんいろんなね、媒体であの配信しておりますから、今いらっしゃると思うんですけど、アップルポッドキャストでね、聞いてる方ね、ぜひ、星5をつけてほしい <laughs> なんか、ね。めちゃめちゃ気にしてるやんっていうね、そういうやつっこみくるかもしれないけど、いやーもうそのグルメレベルの店で言ったら2.8はほんまにいかんよね、本当にね。 中華食べたいなと思って調べてみてね。近くの中華料理あるやん。2.8かみたいなね。ちょっとこれチャーハンめ油豆なんちゃうとかいうね。それを警戒するよねっていうことでね。まあ、評価、ね、まあ、人の評価とか、まあ、でもね、まあ、収益化であったりとかですね。 えー、そのチャンネル登録者数とかですね、やっぱりその人に評価してもらって、その人がいくら見てもらってっていうのがその収益化につながってますから、やっぱり収益化を達成してる方っていうのはある程度ね、その人、どういった方が見てるのかとか、どういった評価されてるのかっていうのはやっぱり気になるところで、まあ、それで分析して、まあ、ビジネスにつなげていくから、まあそういった評価は大事だし、それ気にしなければいけないんでしょうけど、私はそこのレベルまで、ま言、あ、ってないんだけども、ちょっと2.8はちょっとなんか、 落ち込むなっていう感じなんでね、ぜひね、Apple Podcast で聞いてる方、ね、え Podcaster、ー、Podcast Pod でね、聞いてる方はですね、ぜひね、ちょっとね、えー、何でもいいので、特典も何もありませんけど、ね、星5をつけたらなんか特典あるんかとは何もないけども、ちょっとね、星の方をつけていただければと。 ね、思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。なんか、コピティみたいな感じだけど、えー、ぜひね、お願いします。ということでね、まあ、2.8撮ってるけど、まあね、まあ、引き続き、まあ、自分は自分でね、自分らしく配信は続けていきたいなと思いますので、ね、ぜひとも、今後ともよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは、皆様さ,さよなら、バイバイ。